三崎の墓は、ダン・イクマ作曲の合唱曲、ピアノを伴う。1963年、CBC の移植により、堀田義恵が書き下ろした詩に、ダン・イクマが、混声合唱とピアノのために作曲した。同曲は1963年11月に、CBC 合唱団により初演され、1963年度、第18回音楽部門芸術祭賞を受賞した。 1975年には、福永洋一郎が、男性合唱曲に編曲し、同年5月3日の第24回東京6、大学合唱連盟定期演奏会において、早稲田大学グリークラブにより初演された。女性合唱版は存在していない。前編、堀田義江の詩により、一曲からなる。演奏時間約14分。ピアノを伴うが、冒頭と中間部に、 アカベラの箇所がある。芸術最小一覧 S31S40。文化庁。2020年4月5日閲覧。演奏ライブラリー6連。慶応義塾。ワグネルソサイエティ男性合唱団。2020年4月5日閲覧。混声合唱曲岬の墓。アマゾン。2020年4月5日閲覧。男性合唱曲岬の墓。キックオフ。島村楽器。 2020年4月5日閲覧、ありがとうございます。